正教会の機構一覧は、世界各地に広がる、各正教会の一覧である。正教会の教会機構遣い例外はあるものの、正教会の組織は国名もしくは地域名を関した、組織を各地に形成するのが基本である。コンスタンディヌーポリー総主教長、アレクサンドリア総主教長、アンティオキア総主教長、エルサレム総主教長、ロシア正教会、セルビア正教会、 ルーマニア正教会、ブルガリア正教会、グルジア正教会、ギリシャ正教会、日本正教会などは個別の組織名であって、教会全体の名ではない。いずれの地域別の教会組織も、正教として同じ信仰を有している。教会全体の名はあくまで正教会であり、ロシア正教に改修、ルーマニア正教に改修といった表現は誤りである。 本一覧記事の内容と掲載順は、基本的に英語版、Wikipedia 記事における、該当項目からの翻訳によっている。その後の過失、修正、変更については、履歴参照のこと。コンスタンディヌーポリ総主協調したのコンスタンディヌーポリ、教会アレクサンドリア総主協調したの、アレクサンドリア教会アンティオキア総主協調したの、 アンティオキア教会エルサレム総主教長下の、エルサレム教会ロシア正教会セルビア正教会、ルーマニア正教会ブルガリア正教会、グルジア正教会、キプロス正教会ギリシャ正教会ポーランド正教会、アルバニア正教会チェコスロバキア正教会、アメリカ正教会最初に挙げた4つの古代、総主教長が最も格式が高く、 他の5つのより新しい創主協調がこれに続く。主座主教が創主教ではない独立教会は434年に成立したキプロス聖教会に始まる。聖教会の観点からは、ローマカトリック教会が東西教会の分裂で分かれていなければ、5つの古代創主協調が存在していたことになる。表示の教会。 自治教会としての地位が一部教会からのみの承認であり、全世界の正教会から承認を得ている状態ではないもの。コンスタンディヌーポリ全地総主協調系アンティオキア、総主協調系モスクワ総主協調系以下に挙げる教会は様々な論争から他のすべての正教会主流派のことは承認するものの、 他のすべての正教会主流派からは、承認を得ていない教会である。以下に挙げる教会は、教会法上の合法教会としての立場を主張し、正教の信仰を表明し、使徒継承を主張し、歴史的な共同体として存在しているにもかかわらず、正教会における近代化とエキュメニズムの誤りを認識することから、他教会と、生体礼儀を共同で祝うことを避けている。 ギリシャ正教会は、他教会からの排除にもかかわらず、他のすべての教会法上合法な正教会の、信徒との交流を続ける意志を持っており、在外ロシア正教会からは、承認を受け相互両性状態にもある。モスクワ総主教長と、在外ロシア正教会の公式な関係修復が、なされたことを鑑みれば、ギリシャ正教会の在外ロシア正教会との、 相互良性状態は破棄されていることになるが、実際にはそうなっていない。ルーマニアコレキパやブルガリアの同様の問題を抱える、教会軍と在外ロシア正教会の関係も、未だ不明瞭である。以下に挙げる教会は、他正教会との完全相互了承を実施しておらず、相互承認をする意向も許さないものである。 東方法心令を採用しつつもプロテスタントに位置づけられる派は以下に挙げない。ありがとうございます。